ノルゲは、ノルウェー王室が所有し、ノルウェー海軍が維持運営するヨットである。過去、あるいは現代も、ヨーロッパの王室はヨットを所有していることが多い。その中でも、ノルウェーの王家はヨットへの関心が深いことで知られる。もともと、独立後の初代国王奉魂7世に対して、ヨットを贈呈することが王を迎える時に決まっていたが、二つの、 世界大戦とその間の世界恐慌のために果たせなかった。そこで大戦終結によってドイツの占領が終わると1947年に国民の募金運動によってヨットの購入資金が集められ買い入れられたのが元船である。ノルゲの前身はイギリスで1937年に浸航した豪華ヨットフィランテであり、大戦中はイギリス海軍の大戦艦として 挑発改造され、船団護衛に従事していた。47年に購入され、改装されて48年に、ノルウェー海軍籍で最終駅し、現在に至る。1985年に、ドックに入っての修繕工事の際、溶接の不手際から火災が発生して、かなりの被害を受けたが、再建されている。ノルウェー王家では、ホーコン7世の息子オーラブ5世が、セーリングで、 アムステルダムオリンピックに出場資金メダルを獲得、後継者、ハーラルゴセイも1964年、東京オリンピック出場経験を持つなど、代々ヨットに注力してきた。日本のヨットレースで、ノルウェーの名の冠されたものがあるが、これは、ハーラルゴセイが国王として、再び来日したことを契機とするものである。ノルゲはプライベートに使われるほか、外交公務で、 ヨーロッパ各国を盛んに訪問している。ノルウェー王室と外務省の発表に注意していれば、ノルウェーがいつどこを訪れているのかがわかる。ちなみに、ノルウェーのアニメ作品、エリアス小さなレスキュー船には、ノルウェー国王として擬人化された王室ヨットが登場するが、外観はデンマーク王室のダンネブログの方が近い。ありがとうございます。